いらっしゃいませ、いらっしゃいませだけでお芝居の人を呼んでいましたね。その時代にこれが生まれた。で、なんだろう。で、まずこの芝居には軌道を開けなきゃ当然ダメなの。カラッカラッカラッって言ったら軌道がまだ閉まってるのを開けますという。だから軌道に向かってこんにちはっていう人はいない。それで挨拶をしながら。それで今度軌道が開いたら一番太鼓で客寄せです。それを言葉で、つまり大太鼓ってのは当然ですね、人間の言葉から通るのは分かりきて、で、マイクのない時代です。言うまでもございます。お客さんを呼ばなきゃいけない。と、1時間前に何をするか。今のです。と、これが、ちょっとこう、分析説明いたします。中で、こう打ってましたね。これさ、勘のいい方だと、ロッってわかるんです。世界各国共通の問題、ドンとこい、ドンとこい、うん。お客さんドンとこいって呼んでるんです。すなわち、呼び込み台。で、お相撲では当然ですけど、ありますね、櫓台。あれと歴史がほとんど同じで、すなわち、並んできて、歌舞伎の方ではこういうふうに、まあ、音楽的っていうかな、整理されて、打っている、打たれて飲んでいます。それで、今現在打ってません。で、じゃあ現在どうしてるかというと、まず会場開き、落成式。仮に今こちらが今日このホールがオープンしたと仮定しますね。ここの始めまでと当然今の打つわけです。それとこの長鉢にこのきれいに言われてね、とこの館長なり市長さんなりが僕にこうやって渡す。と僕も舞台の上で受け取って、やっぱりお客さんに向かってお辞儀してから演奏しちゃう違反になるわけです。だから結局、うん、なんでかというと軌道に向かって挨拶するとき、職人、どうせ開ける人はそこの職人さん、大道具さんですから、ね、軌道を開ける人が軌道に向かってギリギリギリと、これありえないからね、それで、まあ、挨拶をしたいのがこういう人だ。それで最後にこれをやりましたね。これはその当時はやってませんけど、落成式、すなわち会場開きではお客さんに向かって大入り加納を左手で加納。当然、まあ、大入り加納ですね。この漢字をからくりとこう書いた、ね、それでドドンと終わった。これが、まあ、300年前ぐらいに打たれてた。で、まあ、事のついでにと申しますと、この終わった後はどうなるか。これ始まる前ですね。で、それをね、今先にやっちゃいます。終わらない前にやっちゃ違反です。